雪組の彩りでです皆様いかかがお過ごしでしょうか私が皆様にお伝えしたいメッセージは普段気がかかななった小さな幸せですいつも当たり前のようにお稽古場で上級生の皆様や同期下級生のみんなと会っていたのですがこのような状況になって簡単に会うことができなくなってしまい その時に改めていつも当たり前のように会っていたことがすごい幸せなことだったんだなと感じましたまたみんなと一緒に会っていろんなことをお話しできる時まで一生懸命一人でできることを頑張りたいと思います私が次に指名させていただくのは専科の夏美洋さんです夏美さんには 舞台でご一緒させていただいた時に下級生の時からずっとよくしていただいて本当に大好きな上級生です皆様に再び笑顔でお会いできることを楽しみにその日まで頑張りたいと思います